はい、最後に加速すする技術ですえ効率の良い加速を得るための最初のステップは減速しないといととうことですねえゆっくりに見えるけども実は速いというふうにしないとやっぱりきれいな泳ぎあるいは人から注目を集める泳ぎにはならないんですね。そこで減速をしないで加速をこう積みまして非常に速く結果的に最後には速くなっていくと。 いうようよな泳ぎをイメージししまますで原則はですは、ね、主に水の抵抗で発生従って水面下 30cm に手を伸ばすということですね入水してそのまま手を深い位置に置いておくということあるいは下を見てです、ね、頭頂部が水面に来るように頭を下に向けてです、ね、それで前後のバランスを改善します。 この抵抗を減らすだけでですね、かなり加速に貢献します。つまり減速をしなければ、その分だけ加速をするということで、非常に重要なポイントですので、ぜひ皆さん、試してみてください。それから、最高速度にですねピーク速度っていうのがあって、速度が上がっていくわけなんですが、この速度に達する、この時間を短くするわけですね。従って、いや、私はあのスピードが遅いからという方、 ですねえー、これはその個人のです、ね、皆さんのスピードというのは一切関係ないんですねで。そのスピードを上げることがポイントじゃなくて、その皆さんの持っているスピード、ある人はこれこかこもしれないし、ある人はここかもしれませんがあ、ここに達するまでの時間を短くしようということですね。そうすると、グラフでいうと傾きが急になる、イコール加速が増えるということなんですね。えですから あ全員が全員、ですねそのいわゆる、えー、パワー系の練習をするというか、ですね、えー、そういう練習は一切必要ないんですね。えー、今申し上げたように、えー、どうやってこの速度に、今持ってる、ですね今皆さんが持ってるその速度に速い時間、今までよりも例えば20%速く、えー、達するかということですね、それを考えればいいわけですね。でこれは何かっていうと、簡単に言えば動作にキレを加えると。 いうことですね、英語に訳すのは本当に難しいんですが、切れを加えることで、えー、加速が生まれるということですね。でえー、例えばあ、スイッチ動作ですね、えー。スイッチ動作というのがこうありますね。でこれはあ入水する手が伸びて、ですねで肘が伸びるで。この間にこの水中の手がももの前まで来てればですね。そうすると 今までよりも早いタイミングで最高速度に達することができます。キレが上がるということですね。それから、肩の回転角ですね。道具箱でこういう自分をハグしてですね、それで回転角を調べるという道具があるんですけれども、この回転角を意識してですね、これを今までよりもですね、だこう回転していたものをここまでに抑える、代わりに素早く回すと。 ということを意識するだけでキレが上が,ってです、ね、加速が上っがてすですからスイッチの動作ですとかあるいはそこの回転角ですねスイッチにおける回転角こういうものを意識するだけでですねキレが上がって加速が増えるということなんですね。